えー、今から1時間ほどですかね、えー、ちょっとお話を <laughs>、はいろ、はいろお聞かせ願いたいと思うんですが、はいあのー、まず最初にね、えー、このつくづくしの,あの狂言の。 ことをちょっとお話ししていてもらいます、ね。あのまあ、お気づきの方はお気づきだと思うんですけども。うん、<laughs> あの仲良くイチャイチャ遊んでいた。2人の男がえっと。まあ,あそうですね。えー、まあ、歌の聞き間違えですね。あの昔から有名な歌を聞き間違えてえ何、ー、て言うんですか？自慢したところ。お互いに馬鹿にされるというだけ。それだけの狂言なんですよ。 で選んだ理由はいわゆる先生のデジタルいけばなに、えー、狂言で何があるだろうと探したところ狂言っていうのはあの日本の,そのお笑いのお芝居なのであまりその美しいお話っていうのがないんですねでいけばなにちなんだものを探してもあのいけばなにしんっていうのがあるんですその真ん中に立てるそれを奪い合ってボロボロにする狂言とか。 菊の花を奪い合う狂言とか、あまりろくなものがなくて、でまあ、あの何がいいかなと思ってその、なるべく花を傷つけないようにということで、このつくづくしというので、でまあ、あの先生と、ね、お話ししているときに、まあ、色の対比とか、いろんな、ね、こういうデザインを見せていただいて、ねえ、どれがいいかなというので、今回、つくづくしをさせていただきました。ありががとうございいます言間違いが おかしみにつながってるんだなっていうのはあのー、結構分かりやすい今回競技を選んでいただいたのでそうですね時間も、ね、そんなに長くはないのでまだ分かるかなというそうですね。重山さんとは結構最初に出会ったのは2015年のリ,リンパの時ですか。 ですよね雷の時ですのではい、はい、そうなんですよあの時からずいぶんこうあの雰囲気が変わったというか私が思ったのは重山さんってやっぱりこけるのうまいなと思ったんですよこけるのうまいうん、うん、あの雷っていうのは <laughs>、はい、あの結構、まあ、なんですかねあのおっちょこちょいの雷いい、ね、そうですねあのドリフより先に狂言って雷さんをじ、うん、擬人化したんですよあの雷さんがね落ちてきて あの雷さん自体が落ちるんですよ。 で、あの腰が痛いのであのお医者さんに針り治療してもらうっていう狂言があるんですけど、ね、でやぶ医者に治してもらうとか言って <laughs> そ,<う>その、ね、お礼にそ,のそこで踊ってそ,<う>そこの場所はなんか…あの雨とか乾、ね、燥、寒ね、水損が、ねえー、ないようにしてあげるよって約束治療費の代わりに守っっててあげるっていうう栄えたというお話で, <laughs> で、ね、あの時もね、こけるのすごいうまいなと思ったんで,ですよ実は<あ>私そこに感動しててあ,ーありがとうございます だって怪我しないようにこけるのって結構難しいですよね。いやまも分かってますからね、ここでこけるって、不意にこけるわけではないので、そうです体の準備はできてますのでね、なるほど大丈夫です今回もこけられて、うまいなと思いました。ありがとうございます。いやいやいや、いや結構、そういうことをやっておられであのまあちょっとお聞きしたかったのは、その前のサウンド・オブ・イケバのファッション、あの春、夏をね。 あのリハーサルの時に、ええ、あにご覧になってたかと思うんですが、はいええ、どう思われましたこの感想もぜひお聞きしたいなと思ってどう思われましたってそうですね、うん、まずああの後ろの映像と、まあ、もちろんねあのリンクしたあデザインを着られて着られてるんですけど。 やっぱりあれですねその雰囲気とかいうのがやっぱりその動いているものと止まっているものでこんだけにも違うのかっていうのをあ<ー>なんか不思議ですよね、後ろのえデジタルいけばなデジタルなどにすごい有機物に見えるっていうんですか、うん、それがなんか不思議となんですかね本当に生き物見てるみたいですごい楽しかったとそうなんですよね。うん、よ,くよく言われるのは こう無機物なのに有機物を感じる、うん、生命を感じるって言われてで,、ね、でも生きてるわけではないんですよねあれそうそう音はねまあ音で作った生け花な,なので音はね、うん、最近やってるのは赤ちゃんの産声とか<ー>人の心音とか、ね、まあそういったちょっと有機的なまあ人,か人が出す生成する音を使ったりとかもしてたんですが。 その前までは、こうサイン派とか、こう、そういう機械的な音をね、はい、使ってたんですよ。でも、まあ、少しやっぱ違うなと思いますね。<ー>その、その音によって、すごく変わるんですよね。<ー>はい、はい。だから、あの、もう、また次の機会があったら。まあ、狂言の声とかね。まあ、そういう。僕たちの笑い声が、どういうふうに形になるか。そうそうそう いね、見てみたいですね。面白いですね。えー、っていうのも一つ今後のコラボレーションとしてありかなと思いました。そうですね。え、音で本当にその後ろの方、うん、後ろっていうか変わります。変わります。変わっていくっていうことなります。ものすごく変わる。私たちもこんな実はねこういうことはやり始めたのは2013年ぐらいなか,からなんですけど、はい、こんなに長く続けられてるのはやはり今も。 こう予期せぬ形っていうのがやっぱ生まれてくるんですよね。計算はそんなにできないものなんな。まあ経験則の計算はこの音だったらこの形、この波形だったらこうかなみたいな。<ー>で、だからそこが非常に面白くて、えー、やってるんですけれどもつ続いてるんですけれども。あともう一つその服にした時にあのー、プリントってやっぱり。 プリントしたものを服が着る服をはい、はい、プリントした服を着ると入れ墨に似てると思うんですよ。はあ入れ墨に。うん、私だからこれがもし入れ墨になってもおかしくないようにしようと思ったんですよ。はあ。うん、これはタトゥーということですね入れ墨に。そうそうそうそれはね、はあ、結構いろいろ考えてそこがすごく。 なんかね、直線的な形とか,変なんかそうあんまり非科学的な形もまあ素材としては使ってるんですけれどもやはり人の体って局面じゃないですか。局面ですね。で、局面でい,なんていうんですかこう、トランスフォーム形が変形するんですよね。はい だからそういう時には入れ墨と全く同じようになるなと思っていてあれでも入れ墨で入れようと思ったら大変でしょうね <laughs> こんだけまかそうですねそうですね,ねそうですね,ですねということをねちょっと入れ墨に最近近いなと思いました<ー>そうそう体に入れ墨をしてファッションにするっていうようなあでも独特の曲,曲線というかこの何ん、うん、ていうんですか このま丸みというかあれですよね,ですね。そうです。有機的な線が出てくるので、えー、だからこう入れ墨感覚に近いのかなということをちょっと意識しました。ほー、うん。だからね、そうそう。着物の絵ってもう絵を描くっていうような感じじゃないですか。はい、でもこうプリント時にした途端に入れ墨感覚に近い。 なあと思ってて、それでね、はい、その今回で,でも着物じゃないですか。はい、面白いなあと思っていたんですよね。そのもの、そのいまあ、先ほどモデルさんたちが。こういろいろ、あの出た時は、やっぱ刺青感覚だなと思ってたんですが。ま重山さんが着るとそ。そうですね。僕は見えない。どっちかというと、その。<laughs> ええー、もともとある狂言の衣装も、その。写実的な絵ではなくて、その、うん。 まあ、デフォルメされたあ形のお,お花、まあ、例えば、えー、菊であったらあ,あんなに細かい葉っぱではなくて「マンジュう菊」っていうね緒方浩輪が書いた丸かいてちょんみたいな、うん、あんのなものとかそういったものが割とそのイラスト的に面白いというか、ね、パッと見て、えー、面白いよく見ないと何か分かんないというのじゃなくてパッと見て印,、ね、印象が面白いっていうものを、うんうん、あの 描かれることが多いので、うんうん、そういう、まあ、少しね、抽象的な柄にも見えるので。僕は、ありかなと。思いますよね,ね。その、割と、そうですよね。まあ、いわゆる、その、まあ、手本に見せていただいた肩きのは。 まあ割とこう愚症画だったと思うんですけどそうですね <laughs> あのお手本にねあの渡したのは<ー>あの本当にえ隠れ笠に隠れ身のにちでの小槌というその宝尽くしの柄をねめでたいはい渡したんですけどもね <laughs> はい、はい、だからこれからその狂言のね服まあ服に限らずそれそういったものもこういうアブストラクト的なものに変わっていったりするんでしょうかねいや あのー、それこそ、まあ、こういう片絹の柄であるとか今日ね、ね後ろに、えー、デ,デジタルというか未来の鏡板の松あの能舞台には必ず松の絵が描かれているんですけど、ね、それを未来,松未来松ということで、ね <laughs> えー、していただきましたけどいわゆるなんて言うんですかねあの日本の古典の柄にもそのいわゆるそのデジタルではないですしけど例えば何ていうんですかね わらびのしとかそういう伝統的なねあの可愛らしい柄とかあるじゃないですかああいうそのこ古問っていうんですかねそういう古問になっていくと、うんうん、こういう柄っていうのは非常になんていうんですかね魅力的な柄になっていくんじゃないかなと思いますけどね、うん、案外あのなんていうんですか、うん、あのいいのか悪いのかやっぱりそういう染め屋さんとかも昨今だんだん 縮小傾向にあってなかなかその日本の伝統芸能に使うようなあ染め屋さんっていうかその着物の染め屋さんというものがなくなってきているのも事実は事実ですしでもうそれこそ昔ながらの紙下っていうのは、うんえー、東京で数件残ってたらしいんですけど。はい もうあと1件か2件になってしまって京都ではなかなかもう手に入らなくなったんですよね、でそうなると何かっていうとやっぱりその科学の力を借りて、いわゆる印刷するんですよね、印刷したやつを着たりするんですけどもちろんね、あの伝統芸能なので、伝統産業、伝統工芸というのは守らないといけないんですけど守ってたらみんながみんな着れなくなるので、ま、守るその次を待っているとやっぱり共存しながら何かと生きていくっていうのは。 あの重要なことだとだは思うので,そう,で、ね、そういう時にこういう新しいその柄というんですか今までの刀線とか呼ばれる形がこう決まっているものではなくて形が決まっていないものがそのデジタルの力でプリントができてそれが魅力的であればねみんなこうチョイスするあの幅が増えるというか。 あとね、前、あの、重山さんとお話しさせていただいたときに。この三ウンドオの、絵が和、和的だ。わ、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 わがら、和の、和、和歌ようかって,言って。うん、僕はようにしか、あの、わにしか見えなかったんですけどね。そう、そう、それが、もう衝撃的で。うん、私はようだろうと思ってたんですよ。え<っ>。だ、ど、どういう。文脈で。え<っ>。わに。 どういう文脈でって僕にはこれが用のものには見える <laughs> えっ和ですけどねえ違うのかないや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 違う違う <laughs>、あのー、そ違うってことはない、ええあのー、衝撃的だったんです<ー>嬉しかったんですよで,す、えー、でいやあのー、本当にあに、のーうん、嬉しいなと思って、うんあのー、やっぱりこういうこのデジタルで何かアートを作るっていうのは やっぱりこう、洋物というかまあ、アメリカ、新聞じゃないですかね、まあすねまあアメリカ洋か西洋じゃないですか、西洋ですけどで西洋から学んできて、私なんかもやっぱりそうやって西洋から学んで、まあ、アメリカに住んで、でも日本文化のコンピューティングとか言ってやってるんですが、まあ、それをやっていて、和に見えるって言われた言葉は非常に私にとっては嬉しかったんですが。はい ど,どうしたらどうして見えたのかなっていうのを少しなんかうどうして見えたのいや僕はただただ純粋にあの土佐先生のフェイスブックに上がっていた T シャツ、まあ、カットーを見て最近その、まあ、例えば取材を受けたりする時とかにあの着物じゃないこともあるんですけどただただ何て言うんですか洋装だからといって。 あのね、スーツ着てたらいいのかとか、ねうん、まあそういう問題でもないなと思った時にそのカットあのカット層があ僕たち和の人間がこれを着てたら面白いなと思ったんですよ<ー>それっぽいかなと狂言それっぽい、まあ、いわゆるそのそオ,オンタイムオフタイムの時に着る洋服ではなくて<ー>オンの時その狂言師としてあの表に出る時の。 和装ではない衣装といいますかそういう時に着てるとあこれはちょっとこう和装をもじった柄のカットーを着てるんだぞみたいなふうに見えないかなと思ったんですよそれはだから自然の花とか草とかが持っている要素がの形があったからそうですかね。と特にあのあ 僕はあの青いやつをねすごくねうん、うん、あの気に入って、うんうん、あ,あのあの形がとってもワニに見えた。オーガニオーガニックですよね。ワニに見えたのと、あとさっきもあったんですけど、うん、あの月の。 うん、にクマが迫ってくるうん、うん、あれも僕はわじゃないですかがっつり輪ですよねあれはあれはね実は風神雷神のあの雷神からとった <laughs> <laughs> ああやっぱり輪じゃないですかそうですねそうだからなんか、まあ、分かりましたよだんだん分かってきたこの形ってカオスなんですよねフラクタルとかと一緒でその一種なその。 こう、非線線形形形と呼ばれるななんんでですすよよじゃいだからそういったものが自然界の中にいっぱいあるじゃないですか<ー>木の枝とか<ー>、あのー、雲とかさっき見たそのぼわっとくっつきにつながる、はい、あれもやっぱ雲ですよね<ー>あそういう形に近いからだなっていうのが今やっと分かりました横にしたらなんか仏さんの手からなんか玉が出てるみたいな。<laughs> ねえ。<laughs> あ魂がなんかね、こう,こう今こう見てたら、で立てたら、ね、面白い<う>面白いお花ですけどね。うん、そ,うそうさっきもほらいろんな、うん、こう出てくるのもあればこう出てくるのもねそうそういろいろお使いだったので。そうなんです。だからあれは服の位置、服にレイアウトした位置に全部合わせ合わせたんですよね。なるほど。 じゃあもう角度が変わるだけで全然印象が変わります、なんかいろんなものに見立てられるのでさっきそのこれ、これのアニメーションのこうもっと先にいった動画の一コマを未来の松と見立てたんですけど,あなるほどそうなんですよだからこ,の動画この動画は、ね、もうちょっと言うとあの無重力の中で撮影したんですよ。あのパララボリックフライトとか ラックフライトって言ってよく宇宙飛行士とかジャクサとかが使うあのー、人工、はいあのー、的に重力をなくすですね、どうするかというとこう小型飛行機でこう上がったり下がったり上がったり下がったり G をかけてやるでそれもやったんですね、あのー、突破印刷さんがわれわれ突破印刷さんの。まあ 三角連携講座にいて、マ、ま、ー、あ、ストッパーさんのスポンサーでそれを無重力でやったんですね。だから無重力の時だからの中でサウンドオブイケバのやると上に上がったまま下がらないんですよ。だから,だからその時に作ったものなんですねこれは。だから非常にこうまあなんていうの下がらない分こういつもより上に上がるっていうかですね非常にこう確かにねなんて言えばいいのこう不思議な 不思議な <laughs>、我々が体験したという強いて言うならば、はい、あの無重力はその私たちがこう生まれてくる前ね、はい、お母さんのお腹の中で用水の中にいたでしょ、はい、その時のに我々浮かんでたんですよねその水の中に。水のに、はい、はいい。でそれスキューバーダイビングとな似たような環境ですよね。 で、スキューバーダイビングっていうのは、こう無重力の環境と似てるって言われてるんですよ。そうなんですか。そうです。うん<ー>、その時、だから私たち自体も、ちょっと話はそれましたけど。はい、こう遺伝子、なんてんですよ。あ、も過去の、まあ遺伝子、遺伝子の中に入ってるかどうかわかんないけど。過去の体験、生きてくるまでの体験は。無重力っていうのを体験してたんじゃないかなと思うんですよね。はい、あ。 いや体内で無重力を体験しているってことなんですね。で,で地上に出てきたら忘れてっていう感じかなと思うんですよね。<ー>その時に作ったこう、あのー、サウンド・オブ・イケバナ無重力のサウンド・オブ・イケバナもいくつか入れていて、はい、まあそれはね確かに重力がある時と形が。 飛び散りがね、違うんですよね。ただ<ー>、こう、上にずっと落ちてこないんですね。落ちこないですね。無重力の時、はですよ。<ぁ>下に落ちると、落ちますけど。あ、また落ちく、うん。それは非常に、ちょっと面白い現象で、<ー>もう少し、いろいろやってみようかなと思ってるんですが。はい、はい。で、私たちは、そのサウンドオブイケバナ、ちょっと今、無重力の方でやってるんですが。はい、あとイケバナ、いけばな、あいけばじゃなくて、あの。 まあこれまあいけばなのその家元のえ池坊さんともいろいろコラボしてますが、はい、あの少し聞いてみたいのは狂言の未来っていうのを少し聞いてみたいなと思っててはい、はい、狂言の未来。はいはいはいちょっと池坊さんにはちょっと面白い質問をして無重力空間に私たち21世紀中に。 こうまあ、生活をしていくんじゃないかと思うんですが無重力感の中でいけばなどうやってやるんですかみたいなことを聞いてみたことがあったんですけど狂言の未来っていうのをね、はい、いや茂山さんとかあの茂山さんのお子さんの、ねえーええ、名前はちょっと出てきませんが <laughs>、はい、彼なんかがこうや作っていく狂言の未来っていうのはどんな。 ことを思い描い描てますかどうですかね、まあ、とりあえずその室町時代ぐらいに始まって始まってというか観、まあ弥世阿みが中高の祖として足利義満さんに抱えてもらってからとりあえず680年ちょっと700年弱耐、えー、えたことはなかったらしいので、うんえー、まあそんなに。 なんていうんですかね、えー、耐えるということはないとは思うんですけども、ただあの伝統芸能とか古典芸能っていうものも変わる必要はあるだろうなとは思いますね。そうです,うですだから耐えないってことはその時代に合わせて変わっていったから耐えなかったと思うんですよ。うそうだと思いますね。<私>あのいわゆるそこはどんなことを考えているの。例えばちっちゃなことからだと思うんですよ。うん、あの例えばうちの祖父なんかが言ってたのはうちの 後ろ大正生まれなんですけど大正生まれの時はえっと例えば楽屋入りは必ず着物でないと怒られたそう,なんですそういう文化圏だったんですよねその能楽村というか能楽会というものそれがだんだんあの昭和に入り戦後になってきて経済復興なした日本の社会の中でそれがだいたいスーツに変わっていったんです。 着物文化着物の楽屋入りが当たり前の文化を持ってた人が今度はスーツというその清掃を手に入れたんですよね。で、えー、今度は今は何て言うんですかねもうジーパンでも大丈夫な催しがあったりとかただいまだに着物の方が望ましかったりスーツを着ていかないといけない楽屋があったりいろいろ多様化はしてますけどいわゆるその 日本人の生活文化に合わせた文化知能を持つっていうんですかね <laughs> とりあえずあの能楽とか狂言とか、まあ、伝統芸能社会っていうのはあの世間の非常識を集め込んだような中で生まれてますので。 今から言うと、うん、その自分たちがどんだけ非常識だっていうのを分かる常識をちゃんと何て言うんですか<ー>外から取り込んでまあそうですねだから、うんえー、例えば今よく言われるのはジェンダーの問題であるとかまた脳とか虚言というのはそんなに開かれた世界ではなくて、ね、やっぱりあのまだまだ男性社会なんですけれどもいかにそういった問題と何て言うんですか。あー 戦っていくというか、うんあまあ、戦わなければいけないところももちろんありますしだからといって拒絶はしてはいけないので戦った上で受け入れてその受け入れる土壌というかを作らないといけないかもしれないですしあとはジェンダーだけでもなくて人種の問題もありますし、ねえー、昔は日本人のためだけに日本人がやってたお芝居ですけれども最近はもう日本人のためだけではだめになってきましたから。うん 海外の人が、ねえー、入ってきて能と、えー、か狂言をご覧になってやりたいっていう方がいらっしゃるんですよ。うん、やりたいっていう方が。うん、で、えー、うちにももう20年ぐらい前にいたんですよ。ああの外国の,、えー、あのチェコ人の方がプロになりたいって言って、はい、で、えーっと、その時はうちはあのうちの家に入れてあげることはできなかったんですよ、うん、茂山千五郎家に。うん、は何かっっていうとやっぱりその ってあのメイクとかしないんですよね。かぶ、うん、り物もこのままなので、うん、いわゆるそのもう綺麗な金髪で綺麗なブルーの瞳をしてるんですよその彼が。うんうん、なのでその綺麗な黄身の特徴がいわゆる日本人に混じってやってしまうともうすっぴんで出てしまうので損をすることがあるかもしれないって言ってその彼には。 チェコ人ばっかりでやったらできるんじゃないって言ったんですよ。<ー>日本人が入ったら違和感のあるようなものを仲間を集めて、うん、でそのお稽古とかには、まあ、もちろん父も僕も兄も協力をするからっていう約束をしたら、うん、えっとそれから20年ぐらいたった今チェコに狂言グループができたんです。 プラハシからあの女性を頂い,いてえ月に2回かな有料の狂言公演をするようなグループができるまでにはなったのでそういうことを考えているとだから少しずつ対応さえすれば狂言っていうもの自体はひょっとしたらうちの子供がやるかやらないかわかんないですけど耐えはしないと思うのでもちろんもちろんただあるかもしれあの。 元も子もなくなるとあの…問題なのでだからそういうところだけねあの少しずつこう…変えていけばまだ日本の伝統芸能っていうのは未来もあるのかなとだって歌舞伎なんかはねあの今、もう初音ミクとやってますからねねこの間ややこしくて仕方がなかったんです。 『義経千本桜ね』ね、はい、千本桜の説明をするのに、はい、あの皆さんが知ってる千本桜とは違いますよっていうね、はい、初音ミクも千本桜歌ってるんですよね,ねそれがもう関係があるっていうね初音ミクと歌舞伎があってややこしくて仕方がないっていう,う、ね、まあでもねああいう何て言うんですかあのいろんな試みであるとかうん、うん、ねを見ているとまああのそれこそおデジタルとか あね、あプロジェクトマッピングとでかであるとかっていうものは場所を選ばなくていいのかもしれないなという気はしますねそすジ。そしたら今流行りのメタバース、まあ、VR で将来その狂言が狂言 VR とかいや面白いと思うんですけどね。あそうですか。茂山さんのアバターが メタバースの中で表現をや、えー、いやでき,できたりしたら面白いんですけどね、うん、ちゃんと違和感を持ってねその中でもまあでもそしたらね年取ってもねアバターがやってくれればねそれはでもねやっぱ年取ったらアバターも年取らさないとあそうですか、えー、それはやっぱりねいつまでもなんか若いまんまじゃ <laughs> だってあの巨幻の世界はまだ四十五十は花垂れ小僧っていう年取ってからがっていう勝負ですかそうなんですだからもうもうね年取ってからがいいらしいんでなるほど今から楽しみじゃないですかいやね頑張らないといけないんですけど頑張らないといけないですよね体力は大変なのに年取ってからはやっぱりいいんですかえっとねこれうちのおじいさんが言ってたんですけど巨幻ってまあ繰り返し同じことを す、ええ、するんですね、同じ演目を繰り返しするとややればるるほど楽にはなるんです。例えばその、ね、無駄に大きな声を出しますからその息継ぎの場所が、うん、いわゆるその自分はここまで声を出せばあしんどいけどここで息継ぎをしておいたら楽なその息継ぎの回数でセリフが言えるなっていうのが。うんうん ななんかかどういうのかな得意な歌は楽じゃないですかっていう、うん、カラオケに歌いに行ってよく歌う歌って多分楽なんですけどあとはねあのなんですか見えないようにお客様に分からないようにあの手を抜くテクニックを身につけるっていうやっぱり狂言にもそういうことが、ね、いやもちろんねあの今までそのお5歩6歩歩いていたところを、うん、3歩4歩でよく。 うん、良くななるような演技があったりとかそうですね,ね、えー、無駄に大きな声を出すだけの,その若い演技じゃなくて、うん、少しこのぐっとこう引いた演技を覚えるとか、うんはい、ねあの何て言うんですかね演技の仕方もそうですよねその相手役に投げかけるばっかりじゃなくてその受けの演技をするとかっていうことで、うんうん、まあだいぶこの押し引きが楽になれば体力もね、えー、もっと持つとは思うんですけど。うん そうですね、まあ、確かにね、こう、円熟した演技ってす、すごいものがありますよね、あのちょっと分野は違うんですけど、マース・カミングハムっていうですね段差がいて、はいまあ、ダンス、モダンダンスなんですかね、あのもう他界されたんですけど、最後はね、もう動かなかったんですよ、禅みたいな感じ、こうやって、こうやって<ー>っていうような。 それを見てるとですね、そう動かしてるだけなのに彫刻が動いてるような<ー>なんか身震いするようなこう、うん、緊張感があるんですよ<ー>それを。それをちょっと今思い出したんですけれども。でも何ですかそれは舞台にかかわらずなんですけど、うん、うちのお父さんも。 ね、最近もう70過ぎて75ぐらいになったのかなあのだんだんあの無駄な動きをしなくなるんです、ね、ん人間って <laughs> あの一般生活でもんです。<laughs> ね、あ,らあとは、その今日もねあのー、思ったんですけどあのー、狂言ってそ小道具ないじゃないですか。ないですね もう,もうね、もう5歩ぐらい歩いたらもう京都から東京みたいな、そうですねうあとはここにね、今日だったらつくしがとか、釈ゃ、えー、がとかいう話が、まあ、そうするとこう、私たち、やっと私もイメージできるようになったんですが、はい、その力って、すごいですよね、パントナイムとは違うんだけれども。違うんですけど まあそれこそあのまあ日本人の方ならば。見えないものを見る見せるイメージさせる力っていうのはどういうことを考えておられるんですかね僕はねあの案外単純だと思ってて狂言の演技っていうのはそのもちろん見えないことを見せるという演技ではあるんですけどこれ実は現代のお客様の中日本人の方で9割ぐらいは。 その経験があるんですよね見えないものを自分から見るっていう経験をされてるんですよ。例えばおままごととか、うん、チャンバラごっことか、うん、ああいう子供の時にされたごっこ遊びっていうものは、うんまあね、必ずその本物ではないものを本物のように取り扱って、うん、あるはずのないものをあるつもりになって遊ばれていたっていうその 経験がおそらく日本人の方の9割ぐらいを持ってらっしゃるんじゃないかなと思うので非常にだから単純なお芝居だと僕は思ってます狂言っていうのはで単純だけれどもえ横着ですよだからお客様に半分ぐらい丸投げっていう <laughs> <laughs> ただもうそれはねあの今。 ね、こうすると横着な話なんですけど仕方がなかったんですよねその室町時代ぐらいに巨言の生まれたバックボーンっていうのは本当に日本人が日本人のためだけに、えー、楽しませるためだけに作られたお芝居なので、うん、日本人ならこれぐらいはわかるだろうみたいなっていうことでだいぶこうなんていうんですかあの大幅にいろんなことが省略されているのでなので。 なんですかねルールさえ分かってしまえばすごい楽なお芝居ではあるんでですすよねね、うんうん、そうですね、まあ、確かにおお、あのー、見えないものを見る力っていうのは日本人って結構あるのかなってちょっと思ったりもしますね確かにごっこ遊びでそれが、えー、まあ小道具があったとしてもおままごととか、ね、いろいろなものを見立てて,て、ね、で見立てでねいろんなことをしますし。はい まあ変な話、その日本のね文化の中でもそうですし、ねお花とかでもそうですけれどもね、何かに見立てたりとかっていうのは非常に得意なのかもしれないですね。あとはそのいわゆるそのもう定番の狂言のレパートリーがあるじゃないですか。はい。新しく作られないんですかね。作ってます。作ってますか。はい。あ、あの大体。白山ファミリーが作ってる。はい。大倉流狂言で百八十曲、約百八十曲の。 古典の表現があるんですけどそれ以外にも通常でしたら、まあ、ちょっとコロナとかがあってねここのところ少ないですけど通常でしたら年間45曲ぐらいの新作表現っていうのは、まあ、作っては捨てられていきますもちろん。えっと受けたか受けないかとまあ,まあ確かに再現性があるかないか。 やっぱりあの新しいお芝居作ろうとするとどうしても時事ネタを彫り込みがちなんですけども時事ネタっていうのはやっぱりその過ぎてしまうとねもう滑るしかないんでその,その時事ネタを抜いた時に果たしてそれが作品として成立するかどうかと一番重要なのは誰がやっても面白い作品かどうかです。 それは重要ですねお芝居って今、うん、あのこの人はこの役をするっていうそういう魅力もあるんですけどうん、うん、お伝統芸能とか、うん、あ古典の作品っていうのは、うん、配役が変わってもおその作品が力を落ちない、うん、これがあ重要なところですね、うん、あと笑いを扱ってるでしょ、はい、私カルチャラルコンピューティングっていう研究テーマ見つけたとき実は笑いあの吉本興業と一緒にコラボレーションしたとき 笑いってあのその国の文化にかなり包まれてるんですよね、ああいう笑いっていうのは、いやいやエンタメの笑いっていうのは、だから日本人同士で、例えば関西と東京でも笑いが違うように違います、ね、あのその吉本が作った笑いをま MIT、あ、に、はい、いたんで、ボストンに持っていったら、はい、誰も笑わなかったんですよ<ー>、ひやひやした思いをしたことがあって。でですよねそれであやっぱり この私たちが作ってるアートっていうのはその国の文化に包まれてるなぁと思ったんですいや本当にそれであ<の>今ね、ねすごいいいこと言われたんですけどタイムレスで時代が超えてもこやっぱり笑いが残るその笑いが笑えるかってことを今、ね、おっしゃったような気がするんですよね、ええ、いやそうですよそれはどういうふうなかなり難しい話なんですけどかなり難しょ、ねあのー、はい。はい いわゆるまあ狂言のまあ大前提として殺さないで個人攻撃をしないっていうでよくねえ狂言に出てくる大あの代表的な登場人物で太郎冠者ていう人物がいるんですけどこれは太郎さんっていう名前ではなくてあの太郎っていうのはその1。 一番目のカジャっていうのはあの冠をいただいたものなので成人男性という意味なんですけどいわゆる狂言にはその固有名詞がほぼ出てこないんです、うん、であのさっきも僕言いましたけれどもこれはこの辺りに住まいいたすものでござるいわゆるこの辺に住んでる人ですよということしか言わないんで、うん、あの例えばその「 お酒を盗み飲みをしている太郎冠者、次郎冠者のお話であるとか、まあ、例えば夫婦喧嘩の話であっても、あのこういう名刺が出てこないので、うん、似たような経験はしてるけど、うちじゃないわっていう、あの逃げ道があるってあの、見てるお客さんに逃げ道がある、まあ、バカの上司、まぬけな部下みたいなの,あのやり取りであっても、うん今日こんなことが会社であったような気がするけど、うちじゃないわみたいな。<laughs> なんかそういうい逃げ道があるような作り方がちゃんとしてあるかどうかっていうのもあります、ね、あやっぱりんていうんですかねあの本当に固定の作品っていうのはうまい具合にその人を傷つけないんですよね。本当になんんていうんですかね、まあ、もちろんそのちょっとジャンルというか演目別にちょっと今の現代社会にそぐわないようなものもありますけど。 その他はね、本当にあうまい具合にこの逃げ道が作ってあるなっていうのがあるので、そういうところがやっぱり新作を作る上でも重要なことではありますね。ああなるほど。なんかすごく皆さんいいこと聞きましたね。うんえー、いや、というところで大体ですね、まあ時間になりましたので、本当に今日はどうもありがとうございました。こちらこありがとうございました。